すべてヴィンテージの生地を使用しております。かっこいいです。シンプルにかっこいいですね。無地にデニムにアクセサリー、これだけでいいですね。はい、どうも、バーセイの上部です。もうすでに見えてると思いますが、今日はですね、ワインデニムとオールドパーク、そちらの、スペシャルコラボレーション、先日ですね、僕と、うちのボスで紹介している動画あると思うんですけど、よかったらこちら、まあ見てみてください。こちらではですね、デニム素材を使った T シャツですね、プルオーバーのシャツみたいな感じのものを、ご紹介したのですが、その時、動画の中で言っておりましたね、もう一方、実は入荷しているというですね、そちらのアイテムですね、これを今日はご紹介していきたいと思います。まあ、夏にぴったりな、この時期らしい色の、まあもう見えたと思うんですけど、デニムですね。はい、デニムです。こちらの、まあ、バギーのデニムですね。こちらをご紹介していきたいと思いますので、ぜひ、今日はですね、スタイリングを、夏っぽいスタイリングと、そしてですね、時は早くですね、もう冬物とかも入荷しておりますので、まあ、羽織を使ったですね、秋冬のスタイリングのイメージというかですね、を、まあ、していけたらなと思いますので、ぜひ、皆さん、最後まで、ご覧ください。このバーセイチャンネルはですね、福岡市中央区大名にあります、セレクトショップバーセイのチャンネルとなっております。毎日19時に紹介しておりまして、内容としては、商品の紹介、スタイリングのご紹介、香水、フレグランスブランドのサノマ、そして、シルバージュエリーですね、和感シルバースミスやトゥアレグジュエリーといったシルバーアクセサリー、そして、スーパーセブンティースリーアルコンといった e バイク、こちらを、紹介しているチャンネルとなっておりますので、ぜひ皆さん、チャンネル登録といいねボタン、何卒よろしくお願いします。じゃあ、それではアイテムの方紹介していきたいと思います。まずはですね、今回コラボレーションアイテム、まずはおさらいしていきましょうか。こちらのですね、はい、デニム生地を使った T シャツですね。そこに、オールドパークらしさを全開に使ったこちらのジップのデザインですね。はい、でこれ今分かりやすくこっち閉じてます、こっち、開いてますね、というような感じで、こちらがここがゼブラになっているところでございます。まあ、動画が上がっている時はもしかしたらないかもしれないですが、オンラインストアこちら、概要欄の方から飛べるようになっております。ここにですね、もし在庫ありましたら皆さん買っちゃった方がいいと思います。ぜひそんなアイテムでございます。非常にレアです。問い合わせもすでに多数いただいております。かなり人気のアイテムですので、皆さんありましたらぜひ買ってみてはいかがでしょうか。一応サイズがですね、2と3で入荷しているんですけど、2でも十分ゆるいです。僕が身長170センチ、55キロぐらいなんですけども、2で十分ゆるく着れます。3だと大体180ぐらいですね。の人までも全然余裕でカバーできるようなゆったり加減でございます。そんなデニムシャツ。こちらが、値段は、ドン、ここに貼っておきましょう。この値段でございます。そしたら、こちら、お待たせしました。本題の、今回、マインデニムとオールドパークコラボの、こちらのリビルドのバギーパンツですね。非常にかっこいいです。この、何でしょうね、こう、ヒッピー文化というか、それを彷彿とするような、非常にかっこいいパンツでございますね。で、オールドパークらしくですね、今回は、ここを、ヴィンテージのデニムですね、を、リメイクして、こういう風に繋ぎ合わせて、デザインにしております。そして、ここも、まあ、ヴィンテージの古着のデニムのですね、パッチワークで、こう、つけているような感じですね。非常に手間がかかっております。丸だったり、四角だったりに、こういうトリミングして、パイピングして、貼っつけております。非常にコストがかかっておりますね。デザインとしても、こう、何でしょう。リメイクのデニムとかって、例えば膝がクラッシュして、そこを当て布してたりとかすると結構こうハードな印象になりますが、こういう幾何学模様、柔らかい幾何学模様で、非常にこうポップな、ライトな、非常に着やすい作りに、見え方になっております。そして、こちらですね、後ろはですよ、こういう感じでございます。こちらも、パッチワークつけておりますね。そして、まあ、こういうところですね、切り替えが非常にアクセントになっております。で、ここが、まあ、裾がですね、裾じゃないですね、ここ、際のとことかはですね、ここで止めてあるんですけど、縫い代が少しあるので、ここからちょっとほつれて、こういうフリンジ状になってきますね。なので、履いてくると、あ、この辺とか分かりやすいですね、こっちの方とかですね。はい、こういうふうに糸がこうで、どんどん出てきます。この様とかも含めてかっこいいです。で、今回デニムの生地はですね、マインデニムのデニムは使用しておらず、すべてヴィンテージの生地を使用しておりますので、内側に入荷しているのが28、30、32っていうサイズになるんですけども、一点一点風合いが違います。ので、そこはもうアソートものとしての楽しみっていうふうに認識してしまった方がいいと思います。必ずしも、写真と全く同じっていうのは若干ありませんので、写真と全く
細部まで同じという生地感ではないので、一点一点違うっていうところも含めて、楽しんでもらうのが非常にいいデニムですね。まあ、古着の良さというか、ヴィンテージならではの、風合いというのはお楽しみくださいというところでございます。で、こちらのデニムが、金額がドン！こちらでございます。まあ、これだけ手間かかってますからね、この値段してもおかしくないでしょう。はい、そんなデニムでございます。まあ、両者マインデニムらしさもありつつ、オールドパークらしさもあるような非常に、いいデニムとなっております。で、こちらを今日は、スタイリングしていきますので、ぜひ最後までご覧ください。はい、早速着用してまいりました。いやー、かっこいいです。シンプルにかっこいいですね。非常にパンツ単体で存在感がある。そして、僕が履いてるサイズで、こちら28っていう、まあ一番小さいサイズなんですけど、まあ見てください、このゆるさ。かなり、ゆったりとしております。で、幅も、まあバギーパンツですから、まあ幅もあるし、そして、レングスも結構長めに作ってありますね。で、こちら、まあ見てわかる通り、段違い、まあ段差ができておりますので、結構前の方はですね、しっかり被ってですね、後ろの方は意外とそんなに、まあギリギリ踏まないような感じには。今滝かなっておりません、ね、踏むか踏まないかぐらいです。多分持ち手ついてるかもしれないですけど、まあそれぐらいの、まあ、引きずってもこれはかっこいいようなサイズ感ですね。まあむしろですね、個人的にはまあ軽く引きずって履くぐらいにしていただきたいですね。うん、でまあ皆さん引きずるの嫌やなーっていう方とかはまあお直ししちゃえばいいかなと思うんですけど、ちょっとこうゾロびくような感じで、まあ裾の方、まあほつれるぐらいのラフな感じで履いてもかっこいいかなと思います。まあこちらちょっとルック貼っとくんですけど、ここだと、まああえて引きずってないような、まあ結構ジャストな丈感で履いてるんですけども、まあ僕も、まあ今通常のウエストで履いてるんで、あれなんですけど、まあハイウエストで履くと結構股もしっかりあるんで、ハイウエストで履くと、まあこういう感じで、はい、下につかないような履き方も全然できるアイテムですね。うん。まあでも結構お好みの、着用感というか丈の具合で履いていただけるような感じですね。で、ですね、まあ僕がウエスト、28インチ今このパンツ履いてるんですけど、若干ゆとりがあるぐらいですね。まあ僕パンツで言うと20、まあ普段8とか全然履けるんですけども、それでも少しゆとりがあるような感じですね。まあ一点物なのでどれもですね、一応ある程度のサイズはもちろんあるんですけども、若干やっぱですね、ズレがありますので、そこはなんかまあヴィンテージならではというような感じで少しこうラフに見てもらった方がいいんじゃないかなと思いますね。まあそれよりもですよ、見てください、この雰囲気、かっこよさですね。まあ今回はですね、はい、まあ革靴ブーツに、レザージャケットで合わせてるんですけども、やっぱりですね、シルエットはまあバギーパンツなんですけど、どちらかというとまあフレアっぽく広がるような見え方になっておりますので、まあジャストめな T シャツだったり、こういう短丈のまあショートブルゾンとかで合わせていただくのが非常にかっこいいと思いますね。やっぱりおすすめは秋口とかはまあこういうブルゾンで、それこそやはりデザースねで合わせていただくのは非常にかっこいいんじゃないでしょうか。まあなかなか白のレザーって皆さんまあないとは思うんですけども、まあこういう色物、まあエクユ系の色っていうのは非常にやはりデニムと相性がいいですね。こちらのデニム、こちらのレザージャケット、レターズのレザージャケットなんですけども、こちらオンラインストアの方にこちらも掲載しておりますので、ぜひ、気になる方はご購入してみてください。僕が着てるサイズでこちらサイズ M でございます。はい、でここからはですね、まあちょっとこう羽織を着たレザーだったりとかの秋口のまあイメージなんですけども、こっちにですね夏のイメージちょっと貼っておきましょう。こんな感じでございます。まあ白 T、 デニムに白 T、 はい、これだけで夏はかっこよく見えます。で通常のデニムよりもやはり動きが出るこのパンツですね、マインデニムのパンツ、そして、パッチワークの存在感があるからですね、 T シャツはもうシンプルでいいです。プリント T とかももちろん合うんですけども、やはりもう無地で攻めちゃっていいかがでしょうか。無地にデニムにアクセサリー、これだけでいいですね。まああえて今回サンダルとかのラフな感じのスタイルで合わせておりますが、それでも非常に、かっこいいスタイルが構築できる非常に優秀なパンツでございます。ぜひですね皆さん、このパンツ気になった方はオンラインストアの方でご購入してみてください。オンラインストアはですね概要欄の方にあるリンクの方から飛べるようになっておりますので、ぜひそちらからご購入してみてください。でサイズ感とか細かいところですね、気になる方は、概要欄に同じくですね、私どものインスタグラムのですね、アカウントのリンクとも貼っておりますので、ぜひそちらの方からご覧いただいてみてください。はい、最後まで見てくださった皆様誠にありがとうございました。
ぜひですね、また次回の動画で店頭でお会いしましょう。ありがとうございました。